さあ、実験の始まりだ。どうも、生分解性サバゲーマーです。今回の動画は前回の動画の続きとなります。前回の生分解性実験室はガス風呂ハンドガンで作動するパーツの中でブリーチが文字通りかなりのウェイトを占めているパーツだからです。なのでここを軽量化すれば燃費が良くなると思ったわけです。実際の作動スライド重量は丸い 65AIP70、純正比で約3割の軽量化に成功。攻略負担軽減、低燃費に期待一体ですね。50発目。さあ、こっちはどれくらいのガスを消費したか。消費量は約 8g。 あれ、燃費悪くね。2つのスライドを打ち比べたところで今回のまとめを。今回の実験では重量の異なるブリーチを比較してガスの消費量を検証。丸い純正ブリーチは 52g、 AIP 軽量ブリーチは 25g。 1発1秒間隔で50発打った後のガス消費量は丸い 6g、 AIP 8g。 ガス 1g あたりの発射弾数は丸い 8.3、 AIP 6.3。 今回の実験によってブリーチの重量が軽ければ必ずしも燃費が改善するとは限らないことが判明。実は今回はある点を考慮せずにあえて実験を行っておりました。それがクリアランス調整です。クリアランスが不十分だと動作が渋くなってしまいます。スライドにゴミが溜まっていても動きが渋くなるので定期的に清掃したいですね。クリアランスは和室の引き戸をイメージすると理解しやすいかもしれません。この引き戸の溝が浅すぎたり異物が入ると引き戸って重く感じませんか。逆に適切な隙間があってローなどを塗るとスルスル動きますよね。それがガスガンでのクリアランス調整であったり清掃中とのメンテナンスになるわけです。次回はその点を踏まえて低燃費検証実験をしていきたいと思います。新たなパーツたちと一緒にね。これが前回というわけで、すり合わせてまいりました。クリアランス調整ですね。もうしばらく耐水ペーパーを見たくない。今回使う純正以外の3種類とも全部調整しました。今回使うブリーチは4社からエントリー。左から東京丸い AIP ガーダーフリーダムアート。早速丸いから計量開始。丸いブリーチ 53g、 相変わらずの重さですね。次は前回悲しい結果だった AIP、 AIP ブリーチは 25g。 今回は期待してるよ。次は個人的おすすめのガーダー。ガーダーブリーチ 21g。 アルミ製で AIP よりも 4g も軽い。次は機体のフリーダムアルト。軽い。純正よりも 40g 以上も軽い 11g。 ただ樹脂製で耐久性が心配。今回は以上の4種類で実験を行います。続いて各マガジンの計量。丸いを 315g、ノーマル注入ノズルで満タンまで入れてます。AIP 315g、サクサクいこう。ガーダー 315g。フリーダムアート用 314g。フリーダムアートだけ少しガス抜けてね。各重量を測り終えたところで今回の実写を説明。今回は同一スライドとフレームを使用。各ブリーチの射撃後、組み替えを行い、ブリーチ重量以外は均一な条件で射撃を実施。1秒1発で30発射撃後、マガジン重量を測定。では、丸い純正ブリーチから組み込んでいきます。組み込みは前回の動画でやったので早送り。見たい人は前回の動画を見てください。それでは丸いブリーチ実射いきます。とりあえず5発目まで動作確認。スライドフレームとは問題なさそうですね。5発目。打ち終わるまで早送り。30発目。さあ、どれくらいガスを消費したかな ?6g 消費ですね。次は AIP 実写完了まで早送り。前回おまけでやらかした AIP ブリーチ。個人的には燃費面での汚名返上をしてほしいところ。お前に魂を吹き込んでやる。答えろ。かなり軽快な打ち味で作動していく。30発打ち終わって
マガジン計量 5g の消費。純正よりも燃費が向上していますね。でも誤差みたいなもんだからな。次のガーダで燃費悪くなるかもしれないし。残り2試合の期待と疑惑が募る中、作業を進めていく。ガーダも警戒の打ち味でいいね。これは期待できそう。30発打ち終わり。さてガス消費はどうか。 5g 消費ですね。これはブリーチ軽量化の効果出ているか。最後はブリフリーダムアート樹脂ブリーチ。今回エントリーの中で唯一の樹脂製。純正の 20% くらいの重量どこまで見せるか。フリーダムアートだけがシンリンダーが荒ぶって入りにくかった。クワが残る中実写開始。お、ちゃんとスライドストップかかるね。これは問題なさそう。こいつめちゃめちゃ打ち味が軽快だぞ。スライドスピードが倍速再生並みに速いのに反動がマイルドで打ちやすい。打った時のブレがかなり少ないですよね。これも期待できそう。ワクワクしてきたぜ。30発打ち渡ってどうなったか。 3g 消費。スケールの誤差で 4g だとしてもかなりの低燃費。樹脂ブリーチの底力を見せつけた。しかしなぜここまで低燃費になったのか。では4種ブリーチを打ち比べたところで今回のまとめを。今回は重量の異なるブリーチで30発の射撃を実施。ガス消費量は丸い 6g、 AIP ガーダ 5g、 フリーダムアート 3g。 ガス 1g あたりの発射弾数は丸い5発、 AIP ガーダ 6発、 フリーダムアート 10発。 今回の実験によってブリーチ重量が軽いほど1発あたりのガス消費量が減ることが分かりました。実は今回ブリーチ軽量化で向上したものがあります。それがスライドのブローバックスピードです。これは丸いとフリーダムアートの動作比較。時折純正側のスライドが戻りが遅いのに対し、フリーダムアートの前後動が全体的に速いです。同じ銃で撃った初速が BB 弾が軽いほど速くなるように、スライド重量が軽いほどスライドの初動が速くなります。そしてスライドの初動が速いと何が起こるのか。それがガス放出時間の短縮となります。ガスガンはガスタンクからのガス供給で動いていますが、その供給量は銃によって異なります。ブローバック式ガスガンは射撃後にスライドが交代、その交代によってハンマーが倒されていきます。一定までスライドが交代するとハンマーが完全に倒れ、ハンマーと一緒にノッカーが下がりガス供給が停止。つまりこのスライドの交代が早ければ早いほどガスの消費量が少なくなり低燃費になるわけですね。自分も過去に軽量ブリーチを組んだ時、思ったほど軽量化の恩恵が得られず、これ詐欺商品じゃんバーカバーカって思いました。同じような経験感覚を持たれている方はぜひクリアランス調整によって効果を実感してください。今回使ったパーツの中でのおすすめですが、個人的にはガーダーが一番おすすめです。価格的に2000円前後で購入でき、アルミ製なので耐久性能も高めです。きっとお値段以上の価値を愛銃に付与してくれるはず。ただしガス風呂は反動がいいという方は丸い純正でも十分楽しめると思います。丸い純正はコストと反動燃費のバランスが良く、面倒なクリアランス調整もほぼないですからね。買った日から箱出しで楽しめる性能、それが丸い純正最大の魅力だと思います。だけどどうしてもカスタムもしてみたい、そういう気持ちの方もいると思います。今回使ったパーツは動画概要欄に書いておきますので、パーツ選びの参考にしていただければ幸いです。それでは皆さん、これからの暑い季節素敵なガスガンライフを送ってくださいね。バイバーイ。